どうもこんにちは、坂東です。はい、今日はですね、 4K 動画、これのね、マルチカム編集、これがネイティブでできないという課題についてね、ずっと研究しているんですけれども、また一つ有力な情報をね、ネットで見つけましたんで、それを試していってみたいと思います。まずですね、PC の環境なんですけれども、これは前からお伝えしている通りですね、かなり非力なわけですね。具体的にはスペックはサンディブリッジ第2世代の Core i7 ですね、これの2600という5年前の CPU を使っております。まあ、その CPU でね、 4K をね、マルチカム編集しようなんざ、まあ厚かましい話ではあるんですけれども、なんかね、僕はね、できそうな気がするんですよ。で、いろいろ研究して、まず SSD は入れましたよね。 ところが SSD はボトルネックではなかったと。やっぱり CPU がネックなんではないかというところなんですけれども、もう一つ、クイックシンクビデオという CPU の負荷をなんとかしてエンコードデコードで賄うというね、そういう仕組みがあるらしいということなんですね。しかも僕が今体験版でインストールしている EDIUS PRO 8 でその機能があると。しかもですね、これまた非常に幸いなことに、サンディブリッジの2600でもそれが有効であるという情報もね、ネット上にありましたんで、これはもう早速試してみたいなというところなんですね。ところがですね、どうやらそのクイックシンクビデオ、これの効力がないんじゃないかなっていうふうにね、なんかそういう実感があるんですよ。そこでさらに調べました。具体的にはですね、インテルのドライバーアップデートユーティリティ、これで CPU のアップデート、これをね、やってみようというふうに思います。さあ、どうなるか。あとね、確認方法としましては、 EDIUS PRO 8側のハードウェアエンコードデコードを有効にするっていうオプションスイッチがね、あるらしいんで、それの出現がなされているかどうか、これで確認ができるということなんですけども、なんかね、記憶にないんで、おそらく有効になってないんじゃないかなと。つまりドライバーアップデートが必要なんではないかなというふうに思いに至ったわけですね。それではまたしても前置きが長くなりましたけれども、ドライバーアップデートからやっていこうと思います。これですね、インテルドライバーアップデートユーティリティインストーラー、これが出現しました。ダブルクリックしてみます。お、早いっちゅうの。はい、インテルドライバーアップデートユーティリティインストールしていきます。よし、一緒にやっていこう。さあ、うまくいくかな。進んでる。トランザクションのインストールを実行中です。ほにゃららほにゃらら、いっぱいなんか出てきてますね。もちろんちょっと見とこうかな。入れなんでこれ。まあいいや、一緒にやっていこう。よし、できました。システムの更新が完了しました。お父さん、できてるね。じゃあこれで起動してみます。インテルドライバーアップデートユーティリティのシステム更新が完了しましたと。うん、はい、じゃあ起動します。 OK ですか。いいやん。さあ、どうなるかな。お父さん、これかよ。なんや、起きた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 。なんか来たよ、インテル。あー、3つの簡単な手順でご使用のコンピューターのインテルドライバーの最新のドライバーに更新します。スキャンの開始めましょうか。うん、やってみます。うん、なんでしょうね、こんなん初めて見たね。あ、なんか出てきた。うん、来ましたよ。来ましたか。うん、インテルチップセットデバイスソフトウェア INF アップデートユーティリティ .exe のみ、これがね、チェック入れられますね。最新ドライバーがダウンロードできます。さあ、ごい。あれ、動作停止。そんな、動作停止しました。悲しい。もう一回やってみようか。うん、よし。ちょっとね、こういういろんなアプリをね、終了しておきましょう。大丈夫です。みんなバイバイ。おしまい。おう、お父さん見て、一緒よ一緒。お父さん、お月様、こっち地球やで。
よし。はい、今ね、常駐プログラムを全部終了したところです。もう一回やってみます。うん、スキャン開始。さあ来い。はい、来ました。来ました。ダウンロード。あれインテルドライバーアップデートユーティリティは動作を停止しますか。調べてみます。今日はね、修理行きたいと思うんです。ジグルドガンドガンドガンだったらうんです。やってみたい、行きます。あー、最新バージョンが 10.0.27 なんやけれども、なぜかインストール済みバージョンが 11.0.0.1146? 何やこれ。はい、ちょっとだけ進みました。エディウスプロ8の方でハードウェアエンコードが有効になっているかどうか、これの確認はね、やっぱりやってみたところできてないですね。このようにエクスポートするところで、この辺りにハードウェアエンコードっていうチェックボックスが出てくるはずなんですよ。で、出ないってことは、やっぱりエディウスプロ8側がインテルの QSV を認識してないということですね。もうちょっと頑張ってみます。はい、ですね、インテルのサイトからチップセットインストーラーのみをね、ダウンロードしてきました。これでできるかどうか試してみたいと思います。再起動を促されましたね。これで再起動してみましょうか。どうも腑に落ちないですね。最新バージョンのナンバリングが自分の PC に入ってるナンバリングの方が新しいんですよ。なんかどうも怪しいですね。チップセットインストーラー、インテルのサイトには2つあったんですよ。で、どっちか迷ったんですけれども、まずはドライバーアップデートユーティリティでバージョンを確認してみたいと思います。変わらずですね。いっぺんちょっとダメ元でやってみます。なんかおそらくバージョンが適切な状態になってないっぽいですよね。だからそれは違うっちゅうね。とりあえずもう一個のやつやってみます。これはですね、チップセットアンダーバー 10.1.1.14 アンダーバーパブリックドット ZIP というインストーラーですね。また再起動を促されましたね。はい、今は再起動が終わりました。さて、どんな状況でしょうかね。まあ、なるべくならね、アップデートユーティリティで成功させたいところですよね。はい、もう一回やってみます。あかんか。なんやろな。はい、さらに試行錯誤中です。インテルのホームページによりますとですね、Windows 7の 64bit 版の場合、最新版がバージョン 9.0.0 のチップセットデバイスソフトウェアということですね。なのでダウングレード、ダウンバージョンしてみようと思います。そうしたところ早速ですね、システムや現在インストールするドライブルのバージョンよりも新しいドライブのバージョン 10.1.14 がインストールされていますと。現在古いバージョンを9201030で上書きしてもよろしいですかって出てきますので、これをハイにしてみようと思います。なんかちょっと古めかしい感じのインストーラーですよね。再起動は促されませんでしたね。ドライバーアップデートユーティリティを起動して確認してみようと思います。はい、どうもです。ちょっとだけ進みました。インテルドライバーアップデートユーティリティなんですけれども、こちらのダウンロード先ディレクトリの指定をしていなかったんで、うまくいっていなかったんじゃないかなというふうに思いました。で、それを指定したところ、インストールっていうこの画面まで来ましたので、やってみたいと思います。Intel チップセットデバイスソフトウェア、INF アップデートユーティリティ .exe のみ、バージョン 10.0.27、日付2015年5月7日、ステータス失敗。ステータス失敗、待機中のインストール、再起動が必要ですと。あ、ダウンロード完了になってますね。インストールしてみましょう。で、再起動が必要ですと。まあ、これで再起動してみましょうか。はい、それでは
インテルドライバーアップデートユーティリティを起動してもう一度確認してみたいと思います。やっぱりダメですね。変わらずですね。 11.0.0.1146 インがインストール済みバージョンとなってしまいますね。なんでだろうな。ここで、あ、インストールにね、やっぱり失敗するんですよね。なるほど、ちょっと調べてみましょう。はい、どうも。火がね、改まってしまいましたですね。何日もかけてこんなことやってます。というふうに悩んでいたところですね、YouTube のコメントで有力な情報をね、いただくことができまして、いつもお世話になってる 4K ゴロゴロさん、こちらの方がね、すっごい有力な情報をいただきました。インテル HD グラフィックス2000の最新ドライバーはこちらからダウンロードできます。なるほどなぁと。第2世代サンディブリッジの CPU のアップデーターは全然違う別物だったという可能性が非常に高い。やっていきたいと思います。うちの PC は 64bit の Windows 7なので、これかな。これっぽいですよ。一応 ZIP にしとこうかな。さてダウンロードできました。今展開中です。セットアップエグゼ実行してみたいと思います。さあ来い。このシステムはこのソフトウェアをインストールための最低要件を満たしていません。これやと思ったんやけどな。そうか、これ Core i7 第2世代、あれこれだと思うんやけどな。何が満たしてんやろ。一応ちょっと確認していきますね。リリースノート等、ちょっとここで中断です。はい、どうも。まだ粘っております。もう一個ドライバーがありました。一個前のバージョンがね、あったんですよ。それは Win64152823.exe、 これなんですけれども、望みは薄なんですけれども、こちらですね、 Windows 7用 Intel HD グラフィックスドライバー 864bit、 これがですね、15.28.23.64.4101 かっこ以前のバージョンってやつですね。ダメだろうな。でもダメ元でやってみようと思います。このソフトウェアの新しいバージョンが入手可能ですって書いてあるんですよね。でもわざわざインテルが古いバージョンを残している意味が何かありそうな気がね、ちょっとだけ希望の光どうですかね。この時間はダウンロード遅いですね。さあ終わった。ではやってみます。152823ですね。はい、やってみます。はい、実行。さあ来い。ダメだ。このシステムはこのソフトウェアをインストールするための最低要件を満たしていません。何がダメなんかな。何を満たしてないのかな。インテルのグラフィックスコントローラーの識別、これは何でしょうね。英語ですけども、ちょっとやってみますね。まず画面の解像度かな。これは詳細設定、ここでアダプタータイプ、チップの種類がやっぱり GForce になってるんですよね。モバイルインテル4シリーズエクスプレスチップセットファミリーになってないんですよ。ということはやっぱ GForce を抜かなあかんのかな。やってみるか。 GForce 抜きやんのほんまに。はい、ちょっと長引きそうなんで、この動画この辺で一旦区切ろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。一旦ここで中断。バイバイ。